どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、これやってみました。今の時期の髪の毛の乾かし方、多分今の時期って乾燥だったりパサつき、あと静電気結構起きるかなと思うんですけど、それをしっかりと抑えてくれて朝起きた時に綺麗にまとまってる乾かし方です。まあ一回じゃちょっと難しいかもしれないですけど、これを何回かこう積み重ねていくと、朝起きた時に しっとりと髪の毛がしてて、あんまり寝癖つかなかったりとかパサつきとか気にならなくなってくれるかなと思いますので、よかったらこの方法ぜひ皆さん試してみてください。それでは動画をどうぞ。お風呂上がりの状態です。まずはタオルで全体的に優しく水分を取っていきます。次に粗めのブラシもしくはくしで毛先の方から優しく溶かしていきます。軽く面が整うぐらいで大丈夫です。次に洗い流さないミルクのトリートメントをつけていきます。毛先にしっかりとつけて、そのまま中間の方に伸ばしていきます。ドライヤーで乾かしていきます。根元中心に最初は乾かしていきます。ある程度根元が乾いたら、次は毛先を乾かしていきます。余裕があればブラシで毛先の面を整えながら乾かしていきます。最後にヘアオイルをつけていきます。毛先中心にしっかりとつけて、中間部分に伸ばしていきます。最初にミストかミルク、これをつけてあげるから乾かすと、髪の毛の中にしっかり栄養分が入ってくれます。で最後にオイルですね、これをつけてあげて表面をコーティングしてあげると、乾燥だったりパサつき、あと静電気も抑えてくれて髪の毛も丈夫にしてくれるかなと思うので、今の季節乾燥だったりパサつきが気になる方、よかったらこの方法でやってみてください。それではまた皆さん、さよなら。